はい。で、次が森さん。さあ、カッチャスを止めたラッシーさんはキャラを変えるようですね。兄弟も来しろ。さあ走り込む。さあジャック勝利で返して、内が通る。これ危ない。あー正面、これもしかしてピヨってない。いやーこれは苦しいが、ちょっとコンボミス。あっちょっと早すぎた。あ、 2番手の千鶴。あ、これも非常に高カードですね。しかし多分強側の方が求められるスキルが高いような気がします。さあ打つに対する対処、その他もろもろなかなか難しいですね。あさあラウンド3はダイモン対シズル。あー減った。おっとこれは当たらなかった。打つが、そうですね、ダイモンドに続く分身の長飛のあの釣りがね、なかなか勝負手としてはいい選択ですね。さあダイモン対ダイモン、さあ9アチをやる上で避けては通れない組み合わせ。投げて大外から、これは確定せず。さあ森さん側がちょっと苦しいか、状況的に。あったーからの前転から中断。直さんが業務に行ったので代わりに前変わります。 あんまり身内ネタは控えてください。はい、わかりました。はい、ヒッピーがあれ、あと誰がいんの。クタセ、M ダッシュ、ジャー、ジョジョ、ピーポー、ワンピーが誰だ。スエさんと、スエさんとクタセ、ジャーさん、ナルトさん、ナルトさん。で、あの 2P がですね、結構ひどいことになってんだよな。あれ 2P? 1P か、あ、違う、2P か。 2P が M ダッシュを俺、あの、ピーポくん、フィザーゼですね。で、キッコーさんですね、ショックさん。まあ、頑張っていただいて。さっきカチョスさんにみんな負けちゃったから、ね、厳しいけど。あ、でもこれ、浦安城きちいなと言ってるそばに浦安城が負けちゃったっていう。あ、ここはやっぱり疲れさせるのがベストかな。で疲れさせる、おそらくダイモン側が1本ゲージを使って返さなきゃいけないんですけど、でも千鶴ゲージ2本あるんで、はいはいはい、まあもう1回千鶴側が返しちゃえば、はいはい、ガーキャンで吹っ飛ばしてまたリセットみたいな感じで。でもその間にまたゲージも溜まっちゃってるし、そうですね、そんな感じな。あ、これで封じて、で1回触りってガーキャンかな多分。
でガーキャンして、でこれでもう一回千鶴がガーキャンできるんですよね。でそれで追い詰められて終わりっていうのが、まあ、まあ流れですよね。解説手段がないもんね。で初期さん的にはあの多分ダイモンのゲージが溜まる前にもう見切れてて強制2択をするのが良かったのかな、うん、であとは逃げる気がする。いやでもう時間もないし、うん、中断でさあどうする。いやでも自信当たんなければですね。ラルフ3本ラルフか。いやまあこれ勝てれば勝てれば次ダイモンなんで、あまあまあまだいけるかなと、うん、ラルフ側はちょっと自然の分子はしゃがしで潰す感じ。ここでラルフの課題は相手のゲージを吐かすこと。ああ、うん、ガキを使わせるってこと、うん、おこれは結構まあ考えうる限りの理想的な流れで、うん、なるほど2本目、まあ、問題はここですね。こここの攻めなくてもいいダイモンを、うん、ラルフがどうやってダメージを取っていくか、はいはいはい、あんまりその痛くないし、まあ、初期さん多分自信バグ覚えてねえだろうから、うん、まあ、投げ食らってもってのはあるんだけど厳しい、うん、いい流れですねこれは、うん、でガーキャンしてゲージがなくなったところでなんとかここの8台しのげれば。おおおなんかおかしい、発動、まあ、ありっすね、ありなの、うん、ただダイモンの一発が非常に痛くなります。カウンターがつくんで、あーと覚えてはいる、覚えてた。さあしかしうわー最強の下駄が判定の塊が あれは強いっすね。強いね。ナッシーさんが今勝った、今勝った。あ、初期さんが負けてで、あ、初期さんまだやってない、まだやってない。あ、やってないの、やってないわ。あ、ナッシーさん対モンモンさんが、そうそう、でナッシーさんが勝って、はい、で次がピーポくんと、すげえなんか初期さんの手で喋ってたけどまあいいやまあいいじゃないんだ、すいません。次は、藤沢勢ですね。あの本名ぶっぱりそうで超怖いんですけど、ピーポくんだよね、ピーポくんピーポくんです、ピーポくん、はい、藤沢で一番強いですね。そうですね、うん、何人かいるけど下手したら俺より強いかなっていう感じかな、うん、まああれだもんね、キャラがあんま被ってない感じでね。上野くん、上野くんって言っちゃった。あ、いえーよ今100円だね、今ね。まあまあまあ、ね、あの気になる方はツイッターで、ね、あのさすが、ですね、あの、今日よりがすげー上手くて、うん、やりづらい、うん、やりづらいですね。一番上野くんの中で上手い、上手くてとか言ってる間死んじゃったんですけど確かに、何、うん、とも言えないけど、まあ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 強制がうまいってことで、そうですね、今回はたまたま負けたかった。ただウラクリスもうまいよね、うん、もう何回か戦ったことあるけど、ただこのウラクリ2番はどうなのかなって、うーん、嫌がったのかね、裏社が。多分ですけど、あの大門道キャラを嫌がってるのか、もしくは大門をウラクリスで借りたい、こっちの方がまあ楽なのかなっていうところだとは思うんですよ。さあ両方ともゲージがない。さあこの時はあれだもんね、クリス側はかぶせたい。今のは炎入れてもよかったかな。でノーゲージなんで結構固め放題ですね、こうなると。で今の多分前転と見間違えた感じがちょっとするかな。全キャラクリスにジャンプ飛ばして かぶせられるときついもんね。あとはあの最悪相打ち取れそうなジャンプぶっ飛ばをメインに固めるってのが、特にノーゲージだと無敵技とかでもうガーキャンも返せないんで、まあ基本はガーキャンぶっ飛ばで触りに行くっていうのが基本ですね。でこうなるとまあ時間使ってどっかで一発スライディングか何かで最悪相打ち取れそうな技で削りに行くと。なるほどね。さあ浦屋城対浦クリス、うん、俺ねきついんですよ浦屋城。いやー俺はね、ウラクリス使ってるけどね、ジョル君のウラヤシロとかね、普通に考えてウラヤシロきついんですよ。まあ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 、まあ、でもね、その分対策っていうか、本当戦ってみると分かるけど、こっちが近づけなくなっちゃうから、まあ、ジャンプ攻撃が出せないもんね。ジャンプ B やって、空対空買ってきたり、ジャンプ A の空対空、うんうん、やっぱ空対空がどうしても肝になっちゃう、うん、そしてこれが、あー、かくらなかった、かくったけど、ミス。
お、うまい。タグリがうまい。いやー今壊し今の埋まってれば多分暴れに刺さったかな。あの空間の着地は基本的にガードしかできないので何かを入れてるとダメですね。なるほどね。いやでも2番手裏クリスが機能した感じで、はい、だこっから喋んないといけない。わかりました。あーと 1P はナルトさん、はいですね、私の師匠なんですけども、いやデュエル覇者なんですよ。やりますね。おととしわかんないけどおととし。いやーねー、さあまあ98やったやってないですからね。やってないでしょ、どう考えても。ゼロニウムじゃすごい。最近も大阪の方で大会行って優勝したりと油が乗ってるらしいの で、はい、98もそのまんまピーポカリをというかあれですね、ほんとデュエルの再来ですね、うん、これがね、でもあ、そっか、そうだ、これがやっぱでも千鶴がどうしてもきついので、うん、うん、ちょっとね、まあ1回ダウンさえ奪えればノーゲージで、うん、そこですね、千鶴は飛ぶか引っ掛けるか。なるほどね。あ、これがそしてまとわりつきが最強に対うますぎる。いやー今の、まあ、運が良かったのもあるけど、千鶴の技って基本的にくず風で座りやすいので、ああいうことも結構起きちゃう。なるほどね。なのでノーゲージなんでね、ちょっとここうまくいければ画面端、ちょっといいよりが嫌だ。あーもったいなかったかもしれない。で、あとはあそこ強気に行くべきだった、うん、いやーきついですね。今の NC で暴れても多分最低は1ジャンペート、そんな感じの、まあ、壊し対空取られてもそんなには。なるほどね。あーグラドした。おーうまい。あーアッパーで暴れたい。さあこの画面端が、おっと死ぬか。死ぬ。ナルトさんうまい。で多分次ダイモン、おクリス、クリス、まあ同キャラではないにしろ、ただ中堅の表クリスってどうなんですかね。デイジー結構吐きたいような気もするんですけど、まあ、クリスは機嫌どうだったのかね。にっこりだったのか。まあやっぱダンブブットはあのかぶせ合いになりますね、どうしても。いやーもったいない。超飛ミスったか。超飛ミスった。いやーこれは美味しい。うまい。いやーもったいない。さあ両方とも D ボタンを押してる。ちょっとゲージも足りないから、攻めあぐねますね。でこれで超飛対空出されると厳しいけど、あーこれは死なない。まだ。おっと。いやーでも外す。どうする。いやこれはダメージ入んないですよね。多分今の追っかけてもアッパーだけかな、多分当たっても、多分長飛もモーションで時間切れな気がしますね。でゲージ1本、さあ1本、ナルトさんはゲージを貯める。しゃがし暴れ、これが大門が面倒くさい。そうです。おおしかし打って頭上、ここで暴れ、まあ橋は維持しているので、基本的に、おお基本的にはやっぱちょっとクリス側もダメージ取るのが結構厳しいかな、リスクを背負うんで。でこれでほぼほぼっすね。ゲージが1本優位なので、これね、あとは荒らす場所と打撃を置くポイント、ここだけ、ここだけですね。なるほどね。さあ端に、うん、ここ逃げる。でホロダイモン飛ぶ。ジャパンが今のは大外で、うわー、見つけた。そうですね、投げたいところではジャンプするあるかな。さあ、ナルトさんが行きます。エピ側も3人、ワンピー側が末です。末ね、もうこの紅白戦も常連ですね。そうですね、今13動画見てると13の方にも積極的に出てるんですよね、確か。みたいですね。まあ98やるとこないですからね。さあ読み合いが始まってます。読み合いが始まっているっていうのは当然、
は2番手さあ後から合わせたのに間違えたとね、えこれがどう響くか。まあその前に1番手対決で多分ピーポくん側もですね、あんまり裏量得意じゃないと思うので、うん、得意じゃない、あんまり数をこなしてないからつもある難しいですね。まあ藤沢はよくレアキャラに弱いって昔言われてたもんね。そうですね、いや多分今も今もそんなに、うん、そんなに強くないですね、うん、と思います。まあね、さあガーキャン返して、量もね、エンビーとシャガシー対空とかめんどくさいから。おうまい、ここでくぐる。さああとは前へ中段リレーで、おーおい、超ジャンプ。あれね、裏からの非遠疾風客って当たんないキャラいるんで、うん、あれね、ちょっとよくわかんないですけど多分キャラキャラは大体当たるけども、うん、しゃがんでると当たんない、使っちゃうんですよ途中で、うん、いやー残念。さあこれまだ死なないが、ま、どうする、どうする、はい、無理に、まあ、中下段やらずにとりあえず MB ガードかなってところですね。ベニマル裏クリス、でも結構ベニマルクリスもめんどくさいはずなんですよ、うんうん、空中あ空投げ持ってるキャラとかクリスは本当めんどくさいから、あーふわっきり、ね、横にな強いやつやらジャンプ打ったばしが下に強いからなかなか対空っていうかしゃがしで落としづらいのもあるし、そうですね。わーっと前とうまい、ネタのおーしっかりしている。さあまあここはしっかり勝っておかないとただね、まあ、これ勝って次ダイモン大将なんで、まあ、ミスの誘発具合では全然いけます。まあダイモンもせいぜいできてガーキャンだけで、でちょいもこの現状だったら多分ゲージは使えるので、うん、悪くないのかなって。おーうまい、早い、おーあーこれはかなりいい状態ですね。あとは末さんがどこまでダイモンの心を把握できるかっていうところですねさあゲージが4本、はい、間際ダイモンが1本ガーキャン使ってこれですね。で、こっからおそらく逃げモードに入るのかな。なるほどね、あー美味しい、これは美味しかった。さああとはゲージを、さあダイモンがすごい近づいてきてる、あーとどうする、足に近いが、さあ、まあ、あと30秒近くあるので、うん、ここは時間を使ってでも、うまい、これはうまい。あとは発動、ダイモン発動、痛い、ああうまい、うまい、連打が早い、なるほど。やっぱすごいこれが、うん、そう中堅ダイモンだとだいぶ変わるんですよ、うん、すごい変わる、トイが攻めなきゃいけないんで。なるほどね、いやー今のは痺れるね。で次は M ダッシュ、いい投げ2回通したかなと、うん、次 M ダッシュ、さあなんかキャラがなんで今日になってるのかよくわかんないですけど、13のキャラがより使ってるから、ああかぶらないように、そうですね、間違わない、そんなこと前に言ってた気がします、うん、おっと M ダッシュが先に決める。まあただ、まあ、0-2でね、うん、あの厳しい 0-2 で、うん、まあ、クリス使ったかどうか知らないですけどまあその経験もあるにはあるだろうな、格ゲーリード、やりやすいのかな。さあディーナ決めて、おっとアッパだけ、これは俺は対戦とこれはピオッタが、あなんかよくわからないことをやっている。さあエンビエンビ、あとはどうするかな。これはもう今日はずっと待つ、ガーキャンさせて、ちょっとこれは今日が時間を使えばいい感じしかして、おおあっと飛ぶ、ジャンプするで、次がチョイボンゲ、さあ、はい、これが知っているとチョイボンゲはかなりきつい、しかもノーゲージ、まずゲージが溜まるまでは、はい、今日はやりたい放題できます。なるほど、何をやられても去年に安いので、うん、まあ、あの好きにフルコンボ決めてくださいみたいな。なるほどなるほど、で、鬼焼き、うん、ちょっとここまで来ると
大脚がきついんですが、うん、まあ触ったらゲージを吐くしかないのでまたこういう状況ですね。まあ強側はあの、まあ、毒髪なり荒髪なりで触りに行くっていうのがやっぱ一番強いのかなと思います。わーっとかぶせるガーキャンして、時間がないけど、まだまだちょいが、あーアッパーが減った減った。あれは逃げて竜巻まとってもよかったかな多分、うん、それ今日のアッパーカウンターで減るんすよねすごい減るんすよ、うん、まああとはまあこれはあーっと当たる、レッドが刺さる、まあ、塩ビがきついガーキャンして、で、雷神拳かな。あいやしかしですね、ちょっとこのクリス、このクリス戦で分からん殺しをしないと嫌ですね、これは。ただ、M ダッシュは多分、もうなんかやりたいことやっちゃえばいいんじゃねえのみたいな感じになってますね、これ。投げて、前に飛ばない。おお、コパンが届く。これは厳しい。さあ、あとはあおお超冷静でしたクールですわ。で、あとはタッセとジャーさん、あ、ジャーさんが行く、ジャーさんですね。で、2つやってますが、まあ、覇者ですよ、覇者。あ、そうですよね、リエルの覇者です。にっこり、うん、さあ、順番。そしておそらく M ナッシュはそんなにこいつらのキャラとやっ なんだろう、このキャラたちとやった経験はないはずなので、わ、うん、からん殺しがあると、ね、ある可能性は高いですね、うん、と言ってるそばから投げて、今日が画面端、あとはもう置き攻めで殺したいんですが、暴れは姿勢を投げる。さあ思いっきり正面ですねガーキャン、ガーキャン、バイス側はね、かぶせジャンプ打った場所なら返せないもんね、これ ね、 そうですね。基本的にあの地上戦がどうしても不利なので、あーバイスが暴れる。さあそうですね、ジャンプに時間がない、うまい、いい止め方。あのバイスってジャンプがすげえふわっとしてるから、腰飛ばれても案外かくんないんですよね。それがあるから、まあ、今のはいい選択肢ですね。でガーキャン返して、でガーキャン返してかな多分。次チョイが触れられたらもうガーキャンで返すしかないので、うん、またあとはこの状況は大事にしたいですね。そういうボンゲゲージを貯めながらダメージ受けないように立ち回るのがベストかな。もう最悪もうタイムオーバー、タイムオーバー狙ってもいいレベル。触ったらガーキャン、そういうのガーキャンほんと性能いいんで、あの無敵時間長いのと発生が早いのでほぼほぼあの抜けられないんですよ。なので、まあ、そういう風にやっていくのがベストかな。なかなかありそうな、お待ちかねですね。ジャスさんにとってはすごく美味しい状況です取りたいクリス、はい、M ナッシュのクリス対策がどこまでできるか、まあ、当然触ってガードされたらガーキャンが飛んでくるの で、 やっぱ基本は飛びにカウンターヒットでジャンプぶっ飛ばを合わせたいっていうのが正直なところですかね。はい、ほぼゴムぐらいだが、これはきついか、厳しい、大事がないから、つながる、どうすんだこれ、厳しい、いや厳しいぜ、暴れてしまう。早出しだとねちょっと暴れたくなりますね、やっぱりあのガードしてもいいことなんもないんで、あとはこの状況を、またゲージがない、さあどうする M ダッシュ、ゲージだけはまず貯めるっていうところですかね。
8回ゲージ貯めて2回つ、うんうん、なんか適当に突っ込んで当たればいいかなみたいな、うん、投げて、おお投げるけど不審バグはちょいにはやってもしょうがないので、うん、浮きで意味なく、ああ4本溜まった。ただこの状況をダイモンが事故らなければ、おー、いや出ないけど5本ミスる。今のは多分ジャンプ攻撃生砲脚をやったんでしょうけど、運が悪かったですね。なんかコマンド入ってるから B キャンセルでそのまま出ても良さそうだったんですけど、あとはこのケージ5本1回触れればなんですが、ちょっとゲージがないのが気になります。当てて、あとはエムダッシュの一つ用でなんとかなるのか。当たる、出ない。さあ今の出ないのちょっとでかいぞ今出なかったのは、おっとこれは、あ当たる。さすが覇者、さすが覇者、さすが覇者やと。で残りが、さあ覇者がなんか強いっすね。いやー強いっすよね。俺もうさっき対戦しましたけどね、久しぶりにやってるのに。もうヒットアンダーウェイで、そうですね。さあで食さんが、食さんがまずダイモンは入れると思います、はい、ただフライヤシロ、あと一匹がチズルだとねちょっと嫌なんでしょうね。ちょいボンゲーか、はい、うん、まあ、ただチズルかな。キャラを信じるか。あ、ちゃん、さあ食さん悩んでます。悩んでベニマル、なんかサーティンと間違えてるのかななんか A級みたいなのあるもんね、サーティン見てると。ただでも相性は比較的いいですね。あ、まあ、うん、多分いい、ね、ベニマルの攻撃にきついキャラが多いです。さあ順番の読み合いがここでも発生して、もう時間がないけどもどうする。 おこれはかなり順番的には初期さんがいいかな。まあただ浦谷翔とかいうキャラ弱いんでね。え本当に弱い、うん、まあでもこれはかなり浦谷翔が、まあ地上戦は有利ですね。編成合戦ではかなり優位に立てる組み合わせです、うん。辛いところは返して、こうなると面倒くさいですね。さあなんか食さんがちょっとどうしようか分かんねえから荒らしに行こうかなみたいなそんな魂胆がちょっと見え隠れする先方戦ですけど、さあ今の前へ出してたらおそらく使ってます。ダンペから投げは外す、落ちろが当たってから低めで、おお投げる、バッテです。さあ、まあ、でもここは結構リカバリーできそうな組み合わせなんで、これは勝っておきたいですね。これも牽制がベニマリュー、あとは足払いに気をつける感じかな、うん、リーチは長いので、うん、D サイドと足払いです。 D サイドと足払い、さあここはガーキャンされて不用意には動かない。うん、あと基本的には MB なのかな、MB、うん、体育も取 る、 見る、これベニマルこれができるだけで全然違うので、稲妻キックのカウントがマジ減るので、お減る、いい、お減る、で、まあ、まあかなり想定の範囲内というか、まあ、こうしないとダメですね、あ、はい、これはさあこれはおそらく俺ベニマル有利だと思うんだけどな。ベニマル有利、うん、これはっていうのは対空技の存在がでかいので、これは浮きに対して今のやつを使うってこと、ね、結構引きつけないとダメなのかな。でもまあそうですね、ただ IGD からベニマルの攻撃 IGD から、うん、ちょっとやっぱ嫌になるかな。後ろジャンプ、まあ、これもガーキャン、しかも上に強いのでね、あの消極キャンセルしてもダメっていう、ジャパンにならないと、はい、やっぱチョイボンゲが飛べないのがやっぱ本当にきついと思います。投げるからの、時間もない間に、さ あとはお好きにゲージ貯めてくださいっていう感じですかね初期さんが冷たい、あとは逃げるだけ、横に入れるだけ、初期さんダッシュ、とりあえず端に行ってから考えようみたいな。
ですね、追っかけでも詰められた何もできないので2対1の状態。これはどうなんですかね。辛いでしょう。辛い。普通に考えてマッチャーが。おこれなんかね、あのエボに当たってロック外れるとかだとマジ面白いんですけどね。うん、ジャさん発狂しそうだね、それになったら。これは辛いはずですよ。辛い。食さんが知ってるかのごとく、ジャンプ打ったばし、エンビー、エンディーと、エンディー。危ない距離は後転で逃げて、もう一回やり直して。基本的に飛びから攻めたいマッチャーに対して、うん、牽制技が邪魔すぎて。さあ、美味しい一発が当たって。あ、エンディーが当たって。やーっと技が出ない。また画面端へ行って投げる投げる。さあうまく逃げました。擦りを誘ったんですが負けて返す。おお、しゃがしゃばれ。さあ何もしない。おー、おーかわいそうだった今。ベニマルのダッシュって結構姿勢が低くて、おお今のは多分運がいいですね。運がいい運がいいですね。運がいい。姿勢が低いんだ。さあそしてこれはジャーさん的にはある組み合わせ。はい。あと今のでゲージ1本使ったのはちょっと、うん、さあジャパンを誘う。うわあ、ゲタが。ゲタが。ゲタが。さあ最後。さあこれね、お2つ。ラスト。セガラ、ね、とりあえず。どれだ。セさんバッテンしてのショップ。チョキさん。さあ、1P 側最後が、2つ制ですね。食ちゃんキャラそのままで良かったのかな。わからないですけど。さあ、これはこれは、まあ、MB とコパンですね。コパン、はい、さあ、ちょっと自信のない真空片手駒で繋がるのかなみたいな。あ、繋がった、繋がったっていう。ベニマルの筋肉も3フレで速いんでね、まあ、基本的には繋がります、ね、さあ投げる。結構ベニマルコレダーが機能してる。さあ代エンディが入って、さあ手は出さない。コパンボディと、いやー痛い。エンディガーキャンしてガーキャンするめくり。あいいですね今の、うん、遅めに出さないとめくりにならない。早めに出したらおそらく正面でガードしてちょっと気まずいかなっていう感じになると思う。ナイスプレート。これもよりこれは今の状況的に考えるとベニマルがそうですね、うん、今ゆっくりできるので、うん、まああの基本的にイオリが嫌そうな感じで、うん、あんまりイオリの動きに付き合わないようにやっていくと相当イオリは嫌かなと、うん、当たる。さあこのチャンスはものにしたい。暴れない、硬い。うわあ運が悪いというか、なんというか、よく今しゃがみに当たらなかったですね。当たっても良さそうな感じだった。多分あれ正面に、うん、小足が出てたら多分背中蹴られると思うんですけど、今ちゃんと振り向いて出てたんで、はい、それあーっと動いてしまう。これはきつい。うわっとこれなんです。でもおお、そして無敵で抜けたかな。なるほど。これはファインプレー。はい、そうですよね。結局ヤシロが死ぬ時ってやっぱこすって死ぬんですよ、うん、というかヤシロが本当すぐに死んじゃったから、ダイモンが1本しかゲージがない。これはちゃんとダイモン側がやらないと。おお、五番天地地震爆はわからない。さあそしてさあ投げる。まだ死なない。心拍がわからないので殺しきれず。さあこれは鈴風だけは警戒したいかなって感じですが、おっと、おお、今のは安定のエンジですね。まあ普通に出して駒投げも入るんですけど、まあそこはあんまりやってないっていうところもあってだと思うんですが。さあダイモン同キャラ。さあ同キャラジャンプ飛ばしが、おおっと、よく取った。今のは結構空気が変わる一発だったんですが、うんうん、確かに、なんか食さんがほぼほぼ状況も近くなりました。おお、うまい。さあ、ここ見ている。この後ろ下がって前下がったり、ジャンプを飛ばして当たってる。
おわっと危ない。さあどうなる。あと MB 一発で死ぬが、ジャンプへ、ジャンプへ。残り私とキッコーさん。はい、じゃあ次は 2P がジョジョくんで、ジョジョくん対二瀬くんでいきます。一番手が京対京。私京を使ったことがあまんないので何とも言えないですが、でそしてマイクにはカチャスさんがいらっしゃいます。カチャスさん何かありますか。え、あ、これ、あ、これダウンしたら終わりですね。ダウン、あ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 、赤多くなります。早い展開なのでなかなか実況解説が追いつかない。クリが、え、やっと名古屋に今の勝利は漏れかな、バッタなしか。このボディがめんどくさい。3番目出してもなかなか禁止で暴れる。で、シャガシーを対空したところを裏回って、あー削りいった。そして禁止無式で削り、あれガーキャンできないんですよね。ガーキャンしても、あ、禁止にガーキャンしてもダメだし、ダメですね、そもそも無式にできなかった気がする。あ、1本目取ったけども、あー逆行っちゃった。あ、これは美味しいですね。あれよくあるんで、逆行っちゃうことね。ドミッチャクだとよく分かんない時ありますもん ね。さあ、イオリダイモン、ゲージが両方ともハマってない。これはね、おい、見てる、昇竜がよく出る。あー、ダイモンの攻撃うまいな。おー、止まると、あー、届かない。あー、頭上潰しましたね、今のジャンプ。今のカウンターヒットは頭上で、チア低めで潰すんだよね。さあ、後ろからキックの煽りが入ってますね。さて、頑張ると、うん、でも、このジョジョくんの裏社すごく強いです。すごくね、粘り強い。粘り強いです。おー、シャガシのみに動くなを入れる。さあ、こっからゲージを使いたくない、両方とも。おー、カウンターヒット。今日は今の1段目と3段目で落とす。ゲージを使いたくない、大門戦に残したい。さあ、後ろ下がって延命、牽制が八代は強いんで、ダッシュに MB で止めると。ジャンプ D も相手がジャンプしたらうまく長いので潰す。ほとんど無理しないね、うん、無理しない、うん、ガーキャン使わない。ゲージがある。あ、ここで裏からシャガシー、確かビタだったら確定するんじゃないかな。じゃあなかなか理想的な展開なんでしょうか、ジョジョ君的には。あまり減らさず、ゲージも2本、ダイモンが3本で、これもね、本当大ヤシロ側がうまく動かせるんですけど、こういう破壊力が、カウンターヒットがダメージがやばい。破壊力があるんで、すぐにひっくり返ってしまう。うお、ジャンプシーが当たる。ジャンプシーを当てる。ダメージがやばい。あ、うわ、今のはすげえ伸びたな、と。ダイモンが近づいてったわ。いや、今のはザクサイヤー。うわ、後転しっかりとがめた話。トッターが伸びた、トッターのすんごい、もう一番フレームの最後を当たりました。またお前かってやつだね。はい、最終戦です。ジョジョ君対キッコーさんです。さあ、これはね、よく言われてる、キッコーちゃんとこれ一番面白いよ、このカードをね、うん、先方のキョトちゃんがこれ一番手勝った方がほとんど持ってるよ、相当有利なんで、うん、そう、立ち絵でボディを潰すと、うん、で、レッドも潰すと、ジャンプ吹っ飛ばして近づけない。さあ、ジョジョ君はここでどうする。あー、もうでもゲージが溜まってるの、一方的にジャンプ、うわー、逃げ、ジャンプ吹っ飛ばしが強い。あー、ジャンプへも当たって、これ、キッコーさんもガッツポーズ。ここでちゃんとこのハウスやばいね、これハウス。そして大門戦、ここがあの男のチャンハウスね。チャン後半がなかなかの有利な状況。あ、絶望のダイモン、これ、ね、間違いない。これはね、ゲージもないし、つらい。
うわー、体育、ね、早出しにしっかり体育、いやー見てます。さあじゃあ、うおだから攻めようとするとなんか置いてある。終わった。おー、まだまださあ上を取って、あ削り崩されない。もう、うわー、ナイスキャッチからの、うわー、表表だった。さあどうする。あー飛んだーデーブが飛んだー、ヒエンザ見事に決まったね。今のは想定してない技でしょう、ジョジョ君。確かに無敵ないですもんね。意表ついた、下段無敵なんでしょ。下段無敵がある新たな情報が。でもその言ってる間にどう、てかあいつのダメージがやばい、ダメージだから。いやー厳しい。あーさあまだ、まあ早出しから無理やりこうするしかないからね、勝てやるしかなかったんだって。これしかない、これしかないと。まあでもジョジョ頑張る、分かんないよ、裏出しろありますよ、こっから。まあ、キッコーさんも硬い動きですからね、うん、さあシャガディオ、ガキャンを使いたくないからね。足はない、うわ、うまい、壊しからの端ガードのところをしゃがみ B8 を投げで画面端、ね、お、ジャンプ見てからジャンプ D で刺す、ジャンプ D 着地に NB が刺すのはダイモンと言ってるそばで、ダイモンが、うわ、うまい、しゃがいで止める。うわ、どうする、もう殺しいった。うわ、あくまで冷静からダメージ増量してから倒して、いつの間にかジョジョヤシロが体力2割か。あー、ああ終わってしまった。あーと言ってるそばで、うん、ね、勝者キッコーさんで、キッコーさんなんか一言、これ全員終わり、2連勝、2連勝噛み合いました、またということでおめでとうございます。ありがとうございます、はい、2P 側の勝利ということで、ありがとうございます。で最後に一言、あのタルキスさんが今日お休みなので私が代わりに、お宣伝、はい、7月6日日曜日、大山ニュートンで、ニュートン、はい、画廊伝説の MOW と、うん、キングオブファイターズ98の大会が行われるということで、もうニュートン、はい、画廊と98、画廊と98、いいですね、はい、で一応コンセプトは個人戦で、個人戦、個人戦なので一人でもどんどん来てくださいと、ドゥンドゥン来てくださいと。そうで一応シングルなんだけども予選リーグ形式となるので一発勝負じゃないので、じゃあ何回かプレイはできる、一発で負けて終わりってことはない、そういうことはないので皆さんぜひお越しください。7月6日6日でいいですね、大山ニュートンね、ニュートン大山で、はい、まあ一応なんか情報がまたツイッターなり、ニュートン大山店のツイッターとマサ店長さんのツイッター、うん、でタロキッちゃん、タロキッさんの方のやつでもツイートされると思うので皆さん、うん、また追加情報お待ちくださいと。第一日曜日、多分第一日曜日だと思う、日曜だから、じゃあこことは被ることはない、ね、うん、そうですね、じゃあ対戦相手に飢えてる人はじゃあ大山、はい、よろしくお願いします、うん、はい、以上ですね、ありがとうございました。じゃあ食さんに回ります。はい、ありがとうございました。4月 6日ですね、はい、でも多分行くと思いますので皆さんも、はい、ぜひということで締めたいと思います。第24回ゲーム98紅白戦、これで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。